ニューヨーク級戦艦、ニューヨーク級戦艦、ニューヨーク級戦艦、ニューヨーククラスバトルシップスは、アメリカ海軍の戦艦の艦級、ワイオミング級戦艦に引き続き建造された、最初のちょうど級戦艦であった。ニューヨーク、テキサスの2隻が建造された。ニューヨーク級は、アメリカ海軍が1909年に、ワイオミング級と同クラスの排水量で火力改善型として、 アメリカ海軍初のちょうど級戦艦として2隻の建造が議会に承認され、1910年度海軍計画により2隻が建造されたクラスである。手法は同年3月に開発完了した新式の14インチ35.6センチメートルカノン砲を10門を搭載した戦艦であった。ニューヨーク級の戦隊形状は平ら板型戦隊で、 全長は174.7メートルと、ワイオミング級の171.3メートルよりも、約3メートル伸びた。全級のワイオミング級と同一の手法とを6機の配置にしなかった理由は、同配置のまま14インチ砲を採用すると、艦の全長が伸び、船体が大型化して高価なものとなる理由があったためである。構造を、の前方から記述すれば、まず主砲には、 新設計の1910年型 MK1235.6cm45 径カ可能砲を収めたくさび型の連装式の手砲塔に収め、背負意識の1番2番手砲塔に装備した。2番手砲塔の基部から上部構造物が始まり、2番手砲塔の後方に司令塔を組み込んだ操打環境が立ち、その背後にカゴ状の全部マストが立ち、 集団部と最上段には露天の見張り台がある。日本煙突の側面の原則甲板上には関西亭が並べられ、それらは一体の単小灯台とそれを基部にしたクレーンが片元一機ずつ、計二機で運用された。二番煙突の後方にカゴ状の後部マストが立ったところで上部構造物は終了し、そこから一段分下がって後部甲板上に 後方へ向けて配置された3番手砲塔、背を意識の4番5番手砲塔の順となっている。副砲の 12.7cm 速射砲は、環境の側面に、露天で1機ずつ、ケースメート、砲角配置で1番手砲塔の側面に2機ずつ、船体中央部に5機ずつ、艦尾側に2機ずつの型原発機で、計16機を配置した。煙突の背後には、 短脚式の2段の見張り所を持つ後部マストが立ったところで上部構造物は終了しそこから甲板1段分下がって後部甲板上に2番手砲塔が後ろ向きで一機、配置された一見すると近代ちょうど急戦艦のように見えるが主砲塔の天外部には6枚のハッチが設けられており遠距離砲戦時の広角ドラッカの可能性を考慮に入れておらず 列強海軍のモノマネをした沿岸海軍の発想でしかなかった。収益後の1918年に対空火器として MK17.6cm50 口径広角砲単装砲がで4機を搭載したが、1919年にさらに2機を追加した。1920年代に艦首の副砲の 12.7cm 速射砲5門を撤去した。 戦訓により、第一次世界大戦時に2番3番4番手砲等の上に即挙義を設置し、テキサスが1916年に射撃砲を2番及び射撃式装置を搭載し、これがアメリカ戦艦初の射撃式装置の搭載となった。ニューヨーク級は1925年から1927年にノーフォーク造船所で近代化改装が行われ、ボイラーを石炭、 重油混焼艦16機から重油潜焼艦6機に換装したが、推進機関はレシプロ機関のままであったために、速力、出力は変わらなかったが、航続能力は向上して、重油2810トンで、速力10ノットで15万4千海里回りを航行できた。ボイラー数の減少に伴い環境側の煙突を撤去し、2番煙突はやや太くなり、煙突数は1本に減少した。 また、第一次大戦のイギリス長度急戦艦が、水雷兵器により、戦闘不能になった戦艦から、巨雷防御各兵器を増やし、一番手砲塔から五番手砲塔の側面にかけて、バルジを追加して、艦幅が32.4メートルと増した。同時に水平防御も改良され、艦艦防御は50ミリメートルから95ミリメートルへと、厚くなった。 カゴ状の前後マストは強固な三脚型に更新され、二番煙突の背後には射撃式帳が新設されたのに伴い、後部マストは全部マストの半分くらいの高さのものが三番主砲塔と四番主砲塔の間の空きスペーに移設された。環境構造も司令塔の上に拡幅され、即居技を乗せた完全な密閉構造となった。頂上部には主砲。 複砲の射撃砲位板を内蔵する密閉型の見張り室が設けられた。また、水蒸気運用のためにカタパルトを3番手砲塔の上に設置し、関西低クレーンはより大型のものに換装した。波浪により、被害のあった中央部複砲5門のうち、前方3門を主艦板上に新たに設けられた張り出しに移し、 その点外部に 7.6cm 炭素広角砲を片げみ4門ずつ軽発機増設した。そうだ環境上にあった。即居技は2番4番手法等点外部に移設した。1935年には三脚章トップにフラットを設け 28mm 広角機銃が新たに追加された。前述通りにニューヨーク級の手法は1910年型マーク1。 三十五点六センチメートル、四十五口径砲である。その性能は、重量六百三十五点零キログラムの砲弾を最大仰角十五度で二万千三百メートルまで届かせることができ、射程一万八千二百九十メートルで装甲百七十ミリメートルを貫通できる性能であった。この砲を連装砲塔に収めた。砲塔の設計はワイオミング州と。 同じく左右が独立に方針が上下できる形式であったが、砲弾の装填機構はより安全性を高められ、装填は行角0度の固定角度装填式に改められた。旋回角度は、船体守備線方向を0度として、左右150度の広い旋回角度を持ち、方針の不要能力は、行角15度、深く5度である。主方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分1.25から1.75発である。副砲は、アメリカド級戦艦連砲の1910年型 12.7cm51、後継速射砲を引き続き採用した。その性能は、重量 47.7kg の砲弾を、最大行角15度では、 射程一万三千七百二十メートルまで届かせられる、この砲を原則、ケースメトで片原七機ずつ、計四機を搭載した。砲画の不行能力は、行角十五度、深角十度である。旋回角度は百度の旋回角度を持つ。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分六発である。配置は、 ケースメート配置で一番手法塔の前方部分に、片面に機ずつ、船体中央部に五機ずつ、五番手法塔の後部に二機ずつ、四番五番、手法塔天外に一機ずつと、艦尾に一機の計21門である。あとに、手法塔付近や、艦尾の複砲は、外洋航行時に波浪が吹き込むために閉塞された。その他に、体幹用に三点三センチメートル、魚雷発射管を、 水戦下に4本を装備した。ニューヨーク級の機関配置は、ボイラーは、バブコックウィルコックス式重油、石炭根性水管管を14機積んだ。推進機関は全球と異なりレシプロ機関を採用し、これを2機に軸推進とした。これは、全球であるバイオミング級において搭載した直結タービン機関は、低速時の燃費に問題があり、海軍の出した要求。 アメリカ西海岸からフィリピンまで航海できるものを満たす高出力多便を開発できなかったため、速力低下を忍んで低速時の燃費が良いレシプロ機関を選択したものである。ボイラーは2番手法塔と3番手法塔の間に設置され、レシプロ機関は3番手法塔と4番手法塔の間に設置された。複水器はレシプロ機関のすぐ横に設置された。 収益後は、大西洋艦隊に配属され、第一次世界大戦において、県営派遣艦隊に編入されて、大西洋で、戦団護衛任務に就いたが、火力では、アメリカ艦隊で最強ではあったが、重武装な割に、艦型が小型なために、外洋ではしのげなみ性に、問題性があり、海水面に近い場所に開口部が多い設計面での問題もあって、 同大戦中には改善できなかったために戦力とならなかった。このため、戦火はなく、唯一、ニューヨークは1918年10月14日に、ドイツ海軍の有ボート1隻を衝突によって、推進軸一軸損傷と引き換えに撃沈したとされる。これが、県営艦隊全体の唯一の戦火であった。改装終了後の1937年には、ニューヨークが、イギリス、 スピットヘッドにて、ジョージ六世大艦記念艦艦式に参列した。1938年には、アメリカ戦艦として、初めて艦載レーダーを設置した。第二次世界大戦中は、対空火器の増設トレーダーの搭載が行われ、大西洋での戦団護衛任務や、火力支援任務につき、ニューヨークは、砲術練習艦に使用された後、引きに艦渉で、原爆目標に提供され、 1948年7月に標的目標として沈没処分にされた。一方、テキサスは戦後3写真とで記念館として保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。